堀田優香です。現在東京芸術大学大学院の版画専攻に在籍していまして、基本は絵画やドローイングを軸に制作をしているんですが、最近では版表現を織り交ぜたドローイングにも挑戦しています。今回制作している作品は平面作品によるインスタレーションを展示させていただいているんですが、自身のこうドローイングに加えて、ハンディスキャナーと、アセトン転写という転写技法を使って、制作を行っています。工程としてはまず木の板をこう自分の任意の形に切り取りまして、その指示体に合わせてドローイングを自分の手で直接施していきます。その施したドローイングをこうハンディスキャナーという棒状のスキャニングマシンがあるんですけども、その手動のマシンをこう自分の手でこうぐーっと動かしながら、手ぶれとかエラーが発生してしまうんですけども、そうしたエラーも含めて自分の痕跡として記録していくということをやっています。そして記録したデータをこうコンビニのプリンターでよく使われているレーザープリンターがあると思うんですけども、そのレーザープリンターのこう紙に出力をして、その紙を切り取った指示体に貼り付けて、アセトンという、ネイルの除光液とかに使う薬品があるんですけども、その薬品を使ってインクを溶かしながら指示体にこすっていくことで、その記録したデータというのが自分の手の痕跡としてこう記録されていくというような技法を使っていまして、でもちろん元あったドローイングのイメージとはずれてしまったり欠けてしまったりするんですけども、そこに対してこう自分のドローイングを再び埋め合わせていくようにこうドローイングをして、でそしてこうまた最初に戻っていくように、その痕跡をまたスキャニングしてプリントして転写してというループの中で平面制作を行いました。今回の制作は、先ほどお話ししたようにアセトンによるこう薬品を使った転写技法を使っていまして、こうどうしてもこう薬品ということもあるので、こう自分の思いもよらないこうエラーが起きてしまうということがこの転写でも起きてしまうんですけども、例えばこうインクを思ったより溶かしてしまったりとか、あるいはこう積層していたイメージがこうアセトンによって全て剥がれてしまったりとか、こうプラスの過程ではなくマイナスを含んだ過程としてこうイメージがどんどん現れていくんですけども、まあ、そうしたこうコントロールできなさっていうものを自分なりにこう波のように乗りこなしながら、どんどんこう逸れていくことを楽しみながら制作をするということをこだわって行いました。ここ数年私は結構自分の制作について悩む時期が続いていて、去年なんかもこう自分にとって描くことって何だろうとか、作品制作って何だろうというかなり根本的な悩みとかもだいぶ抱えていて、こうどうしようかなと思いながらこういろんな実験を行っていたんですけども、まあ、そうしか悩んでいく中で、もともと私は絵画専攻を書いていたんですけども、その絵画制作の中でこうやっぱり手編の書く描くってい う, こう文字にすごく縛られていた部分もあって、ただ ここ数年の実験の中で、実は自分を描くということはもっと違う感じに置き換えてもいいんじゃないかなと思ったりとか、もっといろいろな意味に広げていくことをどんどん積極的にやってもいいんじゃないかなっていうふうな心変わりに至っていきまして、まあ、そんな中でこうたまたまアセトン転写とは出会ったんですけど、まあ、そうしたこう自分の手編の核ではなく、こう欠損するとか何か物事が欠けてしまう方の核っていうことをこのアセトン転写ではこう実現しているような気がしていて、まあ、そうしたこうプラスもマイナスも含めてこう前に進んでいくようなこう技法というのがすごく今の自分の核ということを説明しているような気がしていて、すごくリアリティのあるこう自分なりに身体性を含んだ描く行為がこう作れたんじゃないかなと思って、今回この熊彩岩でこう展示してみたいと思って制作をしました。私の制作は絵画制作であったりドローイング制作だったり、まあ、そうしたものを軸にはしているんですけども、こうやはり今回の制作のように転写という、 こう間のプロセスを挟んだりとか、あるいはこうハンディスキャナーによってこう自身の痕跡をこう遅延させていくっていうようなことをこうやったり、かなりこう回りくどい制作っていうのをやっていると思うんですけども、今回の参加させていただいているグループ展の瞬きの隙間のテーマにもなっている加速的に進んでいく社会の時間に対してどう抵抗していくか
どうタイムラインをこう保っていくかっていう部分に関してこう自分もこうすごく回りくどい政策をしてはいるんですけども、その回りくどさの中に自分の等身大の身体というかこう自分の安心できる場所のようなものがあるふうに感じていて、自分はこう作品として形にしてこう世に出していくわけなんですけども、こうした自分の作品を鑑賞者の方に見てもらって、逆にその自分の時間感覚って何だろうなというふうなこう部分を客観的に見れるような、まあ、そうしたきっかけとしてのこう器というか装置としてこう機能していけばいいなというふうに思っていて、今後もそうした政策を続けていきたいなというふうに考えています。